モグラ。モグラだ。モグラなんだ。こんにちは、歌一郎です。モグラだよ。モグラ。服の中に入ってる。うん、服の中に入ったモグラとやっております。本当の名前は？ね？ゆう。ゆうは？ゆうはね。うん。歌。歌か。ヘルガーさん。ヘルガーをさ、50までやろうか。あ、ちょっと前回の。あ、そうだ。前回はなんだっけ、岩壁の主、まあ、主さあ最初に倒してもいいぐらいの主だったんですけど、うん、そうだね、一番最後、うん、それで全部でレジェンドルートの、うん、あのあレジェンドルートっていうのか、うん、スパイスを集めるやつね。スパイスを集めるのは全部終わりました。うんうん。で本当はこれからなんだっけ、東大のとこに、東大？東大じゃないっけ？なんか研究所だっけ？ああ、うん。小さじのなんたらっていう。小さじの道だっけ？うん、小さじの道。に行くべきなの本当は。うん。でももうちょっと強くならないとダメ？うん。まあいいや、じゃあで。マピティブ強いから。今日はなんだっけ？なんていう、なんていう場所だっけここ？ベイクタウン。ベイクタウンの。リップ。ん？リップ。リップっていう、ジムリーダーと戦いたいんですけど。ちょっとヘルガーって人のレベルだけど。うん、ヘルガー、ね。あとサーナイトもちょっと少ないから。そうだね。だからこの2人がレベル上がるようにちょっとやろうかね。パパのさ、ポケモン大体オスだね。何？パパのポケモン大体オスだね。あ、そう。オスか。それなんか関係あるの？何もない。何もないの。エースバンガーネット接続。まあ、だけどオスの方はなんかいい時はあるかもね。そうなんだ。なんか体力が多かったり。あれ？なんか違う。それは何でもない。あれ、トンダムが使えなくなってる。ちょっとこれ押してみるか。無理かな、やっぱり。多分大抵ダメなんだよね。運が良ければ入れるけど。うん。それオレンジアカデミーのやつだから見ないじゃん。オレンジアカデミー、あの、スカーレットの方がオレンジアカデミーって。うん。そうなんだ。え、バイオレットは何アカデミーだっけ？グレープアカデミー。うん。これは何？それぞれの世界は重なってんの？なんか別世界っていうか平行世界なのかな？平行世界って？やっぱり入れなかった。なんだろう、別々の現実みたいな。ああ。違うのかな？日本でも違う日本とか？うん、どこかでこう枝分かれしちゃったとこなのかな。ダメだね、全然。カービィのお話とかでもあの全然キャラクターの設定が違うっていうのもある。ああ、だからそういうのは。さ、例えば、うん、メタナイトは小説だとあのなんか、大王とか、大王とかがなんかに呆れてるみたいな感じなんだけど、歌が違う漫画読んでるのでは、あのなんか慕ってるみたいな感じなんだよ、デーダイを。サポートしてる。なんかそういうのを説明するのに、平行世界とかパラレルワールドって言ったりするんだよね。パラレルワールドね。パラレルワールドは知ってるわ。メタバースとかね。メタバースだっけ？違うか。ゲートに入るわけないじゃん。ね、何してんだよ。ダメか。あ、もうこれ戻るできないのか。あ、パパが言いたかったのはマルチバースだ。全然ダメですな。
だけど、ランダムいけるようになってるじゃん。あ、本当だ。これ何の具合？わかんないし、早く使えなくなっちゃうんだよね。だんだんマッチングに失敗しちゃうと、うん、うん、ランダム行ってみましょう。ちょっとお腹ツンツンするのやめて。ツンツン、うん、ママに強いとか、うん、ママでに強いのが書くと、あ、お、3、星3個だ。ドラゴンに強いのは？ん？ドラゴン？フェアリーとかだっけ？フェアリー。ん？ちょっとそっちに置こう。氷と、ドラゴン？氷と、うん。ん？氷とドラゴンとフェアリーだね。うん。じゃあ、1個も出たの？書いてみて。うん、入れ替えるね、こう。あなたフェアリーないよ、うん、フェアリーないよ。歌一郎待ちになってた。ハムトに進化するためにはさ、あの1000歩ぐらい歩かなきゃいけないんだよ。そうなの？うん、きつい。1000歩、そう。ミライドに乗ってたらダメなんですか？別にいいんだよ。それはそれでいいんだ、はい、いいんだと思う。これドラゴンなのね。ドラゴン、プラスタイプがドラゴン。ドラゴン持ってないの？どうだったかな、なんか見たことある気もするけど。だけど持ってないんだよ。そうか、この子が倒しちゃった。早くしろ。カモンカモン。なんか可愛いね、この子。うん、やっぱ持ってないか。持ってないでしょ。うん、レイドっていいね。こういうさ、うん、なんかレールから出されてしまった、決まったとかなったら最悪じゃない？うん、なんかさ、格好つけてたところなのにさ。そんなことあんの？え、ないと思うけど。何か。ちょっと。もしあったら。うん。そうだね。格好つけてたのに、うん、急に止まっちゃうなんてひどい。5回ぐらいやった方がいいよね。マノーズやっぱり持ってなかった。いつもこれ持ってないの。あ、そうなの。たくさんいるもんね。200種類全部集めるなんて無理だね。うん、意外と捕まえてそうで捕まえてないポケモンっているんだよね。なんか全部捕まえたから、なんかジニア先生からなんかもらえるよ。お、そうなの。なんだ、何もらえるの。わかんない。見た、なんか前見たことあるんだけど忘れちゃったな。わ、1だ。何しとん。他の人がちゃちゃっと倒してくれるね。うん、パパいらない。パパいらないっていう言い方よくないじゃない。パパ、攻撃できないな、多分。いち早く A ボタンをたくさん押せばいけるかな。多分。どうだ。お、いけた。みんな俺が出る幕ではないと思ってる。あ、持ってない。かわいい。かわいい。
知らん。トリプルスーパースクラッシュ。シュ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 。取れるかな。え、取れるかな。いや、100% だよ。知っとる。取れないって聞いたのか。やった。ない。エレズン。電気ポケモンかな。電気タイプ。好きなポケモンはゴージャスボールとかでつけ捕まえた方がいいよ。うん、あ、電気と毒だって、確かに電気のなんかマークがある。うん、シュッシュ。その辺のポケモンでレベル上げするのもいいね。いいよ、そうする。うん、あ、間違えた。うん、洞窟の方でレベル上げしたら、うん、来た方ね。うん、そうそう、こっちだよね。そうそう、ラッキーで埋め尽くして、一回がいた地獄のいいところ、あーなのにないね、愛なのになして。え、何してんの。あー、それか。ん、あ、それやると近く見えるんだよね。近く見える。うん、こうすると、ここじゃないわ、ここだ、ここ近くに、ああ、こうなるんだ。そうそう、うん、あ、叩く。うん、あ、かぶった。食い込んでたもんな。私は天気を気にしてる理由を教えてあげる。最後に教えてくれるの。結局教えてくれないんだもんね、みんな。え、こなの。エマガールのシュウコが勝負を仕掛けてきた。エマガールシュウコガバルドン。どうだ、どれがいい。火炎放射でいい。え、何してんの。え、ダメなの。うわ、え、強っ、強いじゃん、めっちゃ強かった。炎はやめる。あ、でもちょっと待って、パパさ、この子を育てたいから。あ、でも、あれ？ダメか。そこかはできないから。できないのか。炎はやめろ。炎ダメ？じゃあこの子は。うん。これ何ポケモン？タップで、元気のかけら。やばい。ん？あれ？ん？眠る？自分で、え？誰が使ったのよ。あ、元気になるんだよ、それやると。あ、眠ると？うわ、あ、全然、全然食らわなかった。エナジーボール。エナジーか。あ、そりゃそうだな。いいじゃない。こいつ、岩なの。岩なのか。あれ？あ、あ、いやー、ダメダメ。あ、そのままでよかったね。ダメダメ。え、何匹出してくんだ。エナジーボール。これが終わりだと思って。あ、あ、ちょっと残っちゃった。ん？あれ？あ、これさ、ホイールを使うとさ、あの、確か、なんか戻ってくれるのかな。あ、え、勝手に？勝手に出されちゃったんだ。うん、なんか勝手に入れられちゃって。まあ大丈夫だよ、赤ブル強いじゃん、相性いいじゃん。うん、ズズ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 ズ、泳ぎが気持ち悪い。うん、勝ったぞ。はぁ、砂嵐は天気、天気なのよ。何？ねえねえ、ヘルガーをさ、一番上にしない方がいいよ。そう。だってここ岩だもん。そっか。レベル上げにはさ、上にしといた方がいいのかなと思ったんだけど。うん、それに回復した方がいいし。そうだね。待って。
ウェニバーとかはちょっとだけだから大丈夫だけど、うん、ボックス、あ、ボックスじゃないわ、ボックスじゃない。そんな言い方しなくたっていいじゃない。そんな言い方しなくていいじゃない。すごい傷薬、あ、すごいだとちょっとあれ上げすぎかも。ほら、いや普通の、あと20、普通の上げよう。OK で、はい、入れ替えた方がいい？あー、まあ、うん、草一番前マスカーニャにして、次ウェニバルにして、ウェニバル、これは、あ、そいつは多分、うん、そいつはエスパー、エスパー、まあ、とりあえず行くか。これやったよね、確か、うん、あ、あんまり相性良くない。ほら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 、あ、でもそんなに、そんなにだよ。サーナイトも上がった。よし、50で。あの、人と戦った方がいいと思う。ん？人か。あれ、これはなんだ？あ、そいつ捕まえて。な、これなん、なんてやつ？あ、これ全然相性見なかったけど。これはドラゴンなのかな？ガワイト。種でいけるかな？あー、ちょっと、ちょっとダメなんだよ。あ、強すぎたね。だって加減が分かんないの。ちょっとなんだろう、あの、あ、人いるじゃん。あ、ディグだ。ディグラではない。ディグラ強いかな。ディグラではない。え、なに、あ、ダグトリオか。あ、種抜群。人とやる？大変だ。エホエホ、町まで行くのは大変だ。大変だよね。配達員のカイト。ねえ、名前って人だよね。あ、なんだこれ。一応言わなかったら大丈夫でしょ。ねえ、たぶん。あ、一気に行けたね。しゃあ、なんだ、疲れてなければ勝ってたと思うんだけどな。負け惜しみだな。俺さ、自動で出してったら勝てるかな。あー、だけど、ん、ダメ、普通にやる。うん。これ何？持ってたかな？分かんない。コモル。持ってない。持ってないか。ちょっと。ちょっと。それでもう一回種バッグとか。もう一回で捕まえられるかな。多分ちょっと残ると思う。あ、残った残った。コモル。怖い顔された。やめて。怖い？怖いからやめて。やめないとダメ。よし。いいっすね。マスカーニャいい感じになんか、ん、なんかめ。これドラゴンなんだ。それドラゴンなんだ。ね、これ。あれかな、進化すると。アンダーユーザー攻撃を跳ね返す、丈夫すぎて体が重いため少し動きが鈍い。素早さ低いのかな、どうなんだ。進化したらすごいドラゴンになるのかな。え、こいつ進化すんだ。え、知らない知らない。あれ、あ、ねえねえ、他に人いると思うよ。人の方がいいんじゃない。
あ、そう。あ、あそこいる。ほら、いるいる。あ、あれなんだっけ、どうだっけ、どうだったかな、あれ、のこのこじゃなくて、なんだっけ、のここっちかな、のここっち、のこのこって違うかな。で、ゆたさんがやってる、のこっちか、のこっち、眠気を誘ったってだけ。どうぞ捕まえてください。いけるかな、来る来る来る、おお、いいね。タイプって難しくないって言って、ヒロコ、ヒロコ目でかいの、なんかかわいい。ケブリム危険予知、お、一瞬で勝ってしまったよ。シェーシェー、あれ、あの、もう一人来んのか、うん、サーナイト新緑をとりあえずされちゃったよ、うん、あれ倒れた、倒れた、早いな、勝っちゃったぜ、勝っちゃったぜ。あなたには簡単？いや、全然難しいよね。ねえねえ、そこに君、ん？僕と遊ばない？これヘルガーがいいの？多分普通、わーん、あ、もう一発か、これ持ってないかな？あー、毒毒やな、うわ、え、猛毒、やべえ、後から効いてくるやつか、これ、そうそう、うん、でもあんま減らないっていうやつです、っていう、あー、強い、もうちょっと、あ、結構強い、毒毒やだよ、うん、もう倒したよね、うん、あ、あ、でもちょっと残った、威張る、あ、ヒヨヒヨ捕まえてくれ、いや、オッケー、ちょっと回復しようか、うん、ソリンダーを捕まえたぞ、ソリンダーを捕まえたんだぞ、だぞ、電気毒、あ、いいんだよね、あ、回復は回復、バックで、うん、うん、あと薬、薬じゃないか、なんだっけ、なんとか直し、なんとか直しだか、下の方、あ、毒消し、うん、オッケー、綺麗、さっぱり、なんか、ねえねえ、毒やってさ死なないのかね、うん、すごいよね安心してん
どこ行くの？あれ何？あ、張り手山だっけ、なんだっけ。あ、人間とやろうとしてるのか。そんな、うん、急斜面を移動できるライドポケモンがいるの？そうよ。そうなのよ。ドラゴンか。ドラゴンか。あれか。フェアリーはいいかな。あ、でも草でもいいのか。あ、普通にこれでいく。普通に倒せるし。倒したぜ。倒したぜ。上にがある。このまま戦うぜ。ヌメイル。ヌメイル。ヌメイル可愛いぜ。犬ちって何？いいよ。あ、ちょっと残った。まあまあ。やるじゃねえか。やるじゃねえか。イカ様って何だっけ？ん？なんで？ボールダイあれば打てるかな。そう。あれ？あ、もう一人来た。ドラゴン。あ、もう一発か。ドラゴン。攻撃が上がった。素早さは割らないで。あれ？あ。攻撃下がっちゃった。どうなる？あ、でもいけたね。あれ？オッケー。圧勝。お、50いったね。圧勝かな。わおって顔してた。十分鍛えているとはいえ。詰まった卵を持たせたポケモンはもたえもらえる経験値が少し増える、うん、おう、そう持たせる？いいよ。ゲオの使い捨ての雪玉持たせて氷の技のダメージを受けると攻撃が上がる。最高シードって何なの？最高シードはポケモンに持たせると最高フィールドの時に使って特効が上がる。防御が上がるってことね。これは何なの？テラスタルポケモンが倒れた時ガチャの効果がない、持たせるとどうなるの？効果がよくわかんないけど、持たせたポケモンが電気を雨にするといつもより雨の時間が長くなる、うん、どう？もういい？いいと思うけどね、たぶん。ほんと？知らん。ちょっと。じゃあ。パパちゃん、携帯ちょうだい。何？パパちゃんの携帯持ってる？なんで？え？あの、さあ、ピップがどんくらいのレベルでかかってくるか調べたいから。ん？ああ。ちょっと待って、こっちで調べれば。もうバイオレット。なんで？リップ。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 なんか。これか。うん。あれ、これあんま乗ってない。
ップ手持ちと攻略って出てきた。何がおすすめ。あ、でも44とかだよ。あ、じゃあ大丈夫か。いけんじゃない。全然いけんね。大丈夫、大丈夫。じゃあちょっとあんまり見すぎないようにしよう。うん、ちょっとネタバレになっちゃいます、うん。44ぐらいということで、うん、またあれか、テストもしなきゃいけないしね。テストくだらないよ。くだらない。ここか。はい、お大丈夫か。あ、ネモがいる。あ、いたよ、ジオバチド。うん、怖いよ。ストッカーね。そこまでバッジ集められるの挑戦者の1割もいないんだよ。そうなの。俺はすごい。さすが私が見込んだポケモントレーナーだ。ありがとう。うん、お礼言わなきゃなのは私の方。そうだ、ジムに挑む前にウォーミングアップはどうかな。またえいつものあれやっときますか。ねえ、なんでやんなきゃいけないの。何が分かんないんだけど、めんどくさい。ギャーギャー言わないで。めんどくさい。ジャカパン、これ戦うよ。ジャカパン、バトルコートはこんな感じか。ふむふむ、要チェックだね。ポケモンの足の踏ん張りとかにちょっぴり影響あるかもでしょう。強引に連れてきちゃったけど、ジム前の準備運動ってことで。なんだよ、なんだよ。歌一郎、実りある勝負をしよう。メモ。皆さんの髪型って独特なんだよ。ケフルが6つのバッジ、その実力見せてもらいましょうかね。戦う。シャドウでいいかな。うん、ルバルガン、ファン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 。どや、不意打ち、不意打ち。使っちゃうの。ダメ、数少ない。もっかいだよ。うん、なんでメイクファン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 。意味がわからん。あれ、不意打ちも使えなかったのか今。違う、あの、さ、当たらなかっただけ。当たらなかったのかな。あ、え、めっちゃ強いじゃん。でも入れ替えた方がいいかな。レインにでもする。行け、ミニバル。あれ、あ、これさっきも言ったやつだね。うん、メガトン。メガトンキック。あれ、当たんなかった。龍の波動。なんだと？エアスラッシュ。ダメ。あ、全然効かない。よっしゃ。よっしゃ。メガトンキック。メガトン。お、いいね。パーモット、パーモット、マクオブレイク、マクオブレイク、開けみた。お、いいね。
何が起きるか分からない。だから勝負は面白いの。あれまだいいの？うん、あ、マスカーニャか。マスカーニャってね。だから変えた方がいいよ。マスカーニャは草。うん、草でしょ。草。じゃあ。あ、そのままにしちゃった。え？そのまま。なんでやねん。草。変えた方がいいよね。ロードボーンがいいね。うん、これ交代。ここからが楽しいの。光ってって出したらオーブ。だったの？楽しくないんだよ。ジムリーダーとのやつの方が楽しいんだよ。うん、実っていく。トレーニングで高めたこの技を受け取って。受け取れない。いやあ、こんな一つだ。今一つ急所に当たったけど解放者。素早さ早いね、見て。余裕だぜ。余裕だぜ。痛いのもらっちゃったな。お返しさせてもらうね。え、まだ出すの？は？は？ネモさんが言ってたこと、おかしくない？うん。お返し。お返しない。やっぱり君こそが。君こそがなんだ？この勝負私の負け、すっごく強くなってる。うん、いいね。もうそろそろだね。そろそろ何？舞台一同もポケモンも体温まって準備万端だ。勝負のお礼にこれどうぞ。何？万端の薬を3個手に入れた。ゾース。万端の薬。チャンピオンランクまでもう少し、残り2つ頑張って。受付まで送っていくね。あれ、ジムってあと2つなんだってこと？あれ、回復しに行った方がいいのかな。あ、満タンなのか。こういう根元のやつは消耗しないのか。名前登録、ジムテスト、ベイクジムのジムテスト、エクササイズ消耗。何やそれ。ジムリーダーリップが発明した気道強楽エクササイズ、最後まで成し遂げれば合格。これさ、あの、うん、さあエクササイズ解除なんかさ、うん、学校の先生がいるよ、教えてくれ。黒いジャージの女性にお聞きください。それでは行ってらっしゃい。黒いジャージの人が先生、うん、左って言った？うん、左左。うん、何何こっち？うん、あの人か。この人先生なの。じゃあバトル学の先生だった気がする。ようこそ転入生。軌道強楽エクササイズ会場へ。なんでバトル科の木肌先生がジムのインストラクターをしてるかって。ジムリーダーリップと私は子供の頃からの付き合いでね、負けた方が勝った方の言うことを聞くっていうルールでポケモン勝負して、それでもようにゃ負けちゃったのね。まあ体づくりにもなるし、授業がない時に手伝っているんだよ。エクササイズのルールは簡単。私が手本を見せるから同じ動きをするように。それではジムテストを始めるぞ。始めるぞっていう言い方なんだこの人。心と体の準備はいいか？貴様だっていう先生がさ、生徒のこと貴様だっていう先生よ。そうなの、うん、それではレッツエクササイズ。感情を爆発させてくれ。
もない。なんか歌える？うん、見える。しょうもない。喜怒強楽。はい。あれ、いつ始まるのこれ。おい。これしょうもないでしょ。これやんなくていいんだよ。え、そうなの？やんないと早い。そうなの？やってもやんなくてもいいの？喜べ。フィニッシュ。え、もう合格なのこれで。うん。いいわけだ。転入生もポケモンも輝いていない。風も温まってきたからって、うん、続いてはポケモン勝負で筋肉を追い込むぞ。よいしょ。いつもとこより大きく動いて、こっち、こっち筋肉、なんかコネコネしてる。ちょっと歌、これ重い。ブリッコ重いか。ブリッコポーズやめろ。よいしょ。お見通しってどういうこと？ん？よいしょ。あれ？ゴッチー見る。ゴッチー、くねくねしとるな。気持ち悪い。気持ち悪いって言わなくてもいいし。だって事実だもん。事実だから何でも言っていいわけだな。事実ですから。うん、あなたもポケモンも泣いてねえよな。泣いてねえよな。泣き胸かい。まだやんの？なあ、やだな。エクササイズ。ちょっとはやんなきゃいけないんだよね、これ。うん、大丈夫。もうやる？やばいね、これ。なんかやだよ。音楽やだし。これいいのかな。ダメですって言われたりしない？ん、限界を目指す。まだやんの？これで終わりかな。さすがにこれで終わりだぞ。高よし。ブルーキック。シャドウ。今から別軍で、ブーピックは倒れた。
シャーレン。ん？あ、違うの、しよった。シャーレン。動きが気持ちいい。さっき言ったことは違うか。さっき言ったこと？ん？先生と踊ってた子いたじゃん。あ、あの子でしょ。あの子？あの子と同じ気持ち。同じだけど、先生のとは違うでしょ。たぶん。何これ、かわいいじゃん、この子。この子かわいい。あー！ダメなんだ。これ何？何？何タイプ？ここが動く。じゃあ、ミカさんもする？破壊兵士もする？あ、瞑想してる。ミカさんは？ミカさんも？うつうつ言うなよ。若い子の成長率には負けちゃうね。お疲れ様だったな。以上でエクササイズは終了。結果は文句なしの合格おめでとう。全然踊ってないけど。受付まで出した。合格の報告をするまでが事務テストだからな。そうなんだ。そうだね。合格。じゃあ楽だね、その事務テストは。よし、じゃあね。事務テストがこんなに楽でいいのか。長いのに耐えるのが事務テストだ。確かに。めんどくさいのが事務テスト。エクササイズ完了。おめでとうございます。事務テストクリア。勝負する資格が与えられます。超マジック、マキアージュ。マキアージュ。ジムリーダー、リップに挑みますか？イエス。はい。バトルコート。バトルコートってどこにあるんだこれ？さっきネモさんがどだだか。場所はよくわかんない。歌が後で教えてあげる。うん。そうね、わかったわ。こっちへ進めておく。うん。キャッチコピーは分かりやすく、ナチュラルに美しさを。この人は何だろう。化粧品作ってる人なのか。新色も発注やる。シクヨロ。シクヨロね。いつもありがとう。それでは失礼します。何かヒラヒラしてるけど。あれは何なの？服？服の一部。おはようございます。ジムリーダーのリップよ。リップ。メイクアップアーティストが。メイクアップアーティストなんだ。が本業なんで。けどね。木原ちゃん褒めてたわ。あなたとっても語彙数だって。語彙数。すごいってこと。うん。うん。歌一郎ちゃん、かわいい挑戦者ちゃん。うん。リッププロデュースのエクササイズで、さらに美しくなれて。嬉しいでしょ。嬉しい。ポケモンの体もちゃんと綺麗にしてるし。ナイス。美意識。美意識。男ですけども。人間もポケモンも身だしなみは大事だもん。そうだね。誰でも変われるマジック。それがお化粧。それがメイク。うん、リップのメイクでポケモンちゃん。もっと美しくしてあげる。気持ち悪い。勝負を仕掛けてきた。リキキリン。どうなんでしょう。あなたとってもいい素材。どんな魔法をかけようかしら。覆すんだ。どうだ。不意打ち。あ、イカ様でいいか。うん、イカ様です。
お、いいじゃない。イカ様です。リフレクター、え、これなんか物理に強くない？物理、物理、物理攻撃。じゃあどうする？火炎。イカ様、え、なんかこれ跳ね返されちゃうんじゃないですか？そんなことない。うん、物理に強くなったというだけだから。そっか、跳ね返されてこっちに来るのかね。ね、あっちにさ、並んでるんだけど。本当だ、そのピンクのが、うん、サンナイト、サンナイト来た。え、サンナイトはタタタイカ、え、あ、でもいけるね。サラボル、サンナイトはフェアリー、ファーリーとエスパー、マジカルシャイン、あ、エスパー、うん、お、余裕でいけるね。頑張り、ヒルガ、ヒルコちゃん、うん、まあいけ、ちょっとリンゴエスでやめて。クレオパトラだな。戦う。シャドウ行ってみますか。うん。全然入んない。あ、でも下がった防御は。あ、いいんじゃないの？クエスパトラ。スパニアが何か覚えたよ。ブラスピーラーだって。そうなんだ、ブラスピーラー。ボタンの間ブラスピーラー、うん、あー上に入れて、うん、毎ターン回復する。へー、どう、まあ、何か、もしいいな、あ、今までいいか。うん、あなたって砥石部、しぶといってことか。ちゃんとクレンジングしなくちゃ。ブラージェス、これラストかな。うん、え、あのさ、うん、ジラスタイプ何だこれ。わからんね。あ、オッケー。とりあえず一回攻撃しとく。どうする。あれ、あ、一回だったらしちゃったの。ちょっとしとく。え、いけるかな。フラジスちゃん、お色直しを、新しい自分に生まれ変わって。生まれ変わった。バーン、声でかい。あ、やべ、あと一発でいけるかな。一発いけるかな、うん、お、いいじゃない、うん、シャドウでいいかな。うん、いいの、いいの、いいの、本当にいいの、いいんだよイライラすんなよ、チーチー。おい、どこが刺さってきてるんですか。ぐるぐる、よっしゃ、勝ったじゃん。なめんじゃねえで、ねえで、なめん強さを解けないマジック、はあ、なんか後ろにいるさ、うん、2匹がさ、なんか怖いんだけど、うん、呪われてるみたい。呪われてる。勝負に負けて美しさでも引き分けだなんて。あなたいい、すっごく、うん、最高。いずれビッグになる前にリップが囲っちゃおうかな。でも今はリップ、自分磨きをやり直せなくちゃ。歌一郎ちゃんおめでとう。ご褒美のジムバッジ、とっておきのポーズであげちゃうわ。どんなポーズ。あ、ヨガじゃない。ジ
ムバッジを7個持ってたらレベル55までのポケモンが捕まえやすくなるし言うことも聞くの。体幹を鍛えればこの技もバッチグーで使いこなせるから。サイコキネシス。次はファーリーファイトのところ。ザマシンポケットにしました。氷は何、炎を格闘岩リップとのツーショットを SNS にあげ、あ、ちょ、あげちゃダメよ。汗とかいろんなものでお化粧ちょっと落ちちゃった。なるはやでメイク直さなくちゃ。ケツカッチンね。あ、なんか飛ばしちゃった。なるはやって。なるべく早く。シリちゃんだ。毎度シリちゃんやで。この子は誰？なんや、ジム巡り調子ええみたいやん。ひーちゃん、ちりちゃん。ああ、初対面か。このお兄ちゃんは？このお兄ちゃんは大一郎。トップも認めて、とりあえず気持ち強いんやで。強いんやで。あら。ポピーのポケモンもとっても強いと思いますけど。ポピーちゃんっていうの、強いの。どっちが強いのかな。ポピー四天王だから。四天王なんだ。ポピーの方がすごいのです。すごい。ああ、かわいい、かわいい。なんかちっこいけど四天王なんやで。すごい。そうよね。鋼タイプ。ポピーのポケモンお兄ちゃんに早く見せたいです。ポケモンリーグという最高峰の場所で今か止まっておりますので。走ってちゃった。さあ、このさ、四天王に挑戦すると面接とかなんだけど、それでさ、さあ、なんか答え間違えると、ダメなんだよ。え、そうなの。ポピーのためにも頑張ったってな。ほら、ポピー、チリちゃん置いていくな。そうなんだ。よし、じゃあわざま、とりあえずこれで今日はおしまいでいいかな。まだイベントある、何か。間違えました。物は見なかったことにしてください。あ、ちょっといい、コースのところ教えるね。コース、あのバトルコース。ああ。ここ登っていくとあるの。あ、この上だったの。気合いだね。ここでしたか。ここ。ありがとう。ポピー。これやんの。あ、イーブイかな。ポケモン入れ替える。ポケ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 。あ、みんなじゃないわ。最初に選んだポケモンってさ、だんだん使わなくなっていくんだよね。そうなんだ。氷になってる。知ってる。あれか、外から見た時に分かるのか。そういうこと。
え、青くなってたから氷ですか。いや、あの、書いてあるんだよ。あ、そうなんだし今日はおしまいにしよう。次はなくてよ。オッケー。何来た？次は何？ないよね。なくて。ああ、なんか違うのおっしゃったじゃん。まあ。何してんだよ。あ、なんかひどい。ひどい形しない。ちょ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 いちょいちょい。萌え萌えキュン。萌え萌えキュン。じゃあ、それじゃあまた。じゃあねー。